ねえ。忘れるな。君はもう我々の一員だ。空気が重い。何ヶ月にも及ぶ秘密と口実の説明、いわば洗脳の末、やっと彼らの一員として認められた。この組織はお世辞にもシンプルとは言い難い。近代的な外観とは裏腹に、一世紀ほども前から研究を行ってきたのではないかと思わされることがある。私が把握している限り、ここの施設はいくつもあるうちの一つに過ぎないようだ。そうそうたる家系が根深く絡んでいて、その財力については言うまでもない。それを踏まえると私の可能性も広がってくる。私がビーコン精神病院で行ってきた独自の研究が一目置かれ、この機会につながった。大変ありがたいことだ。ここでは予算は二の次で、結果のみが重要だと言われる。昨今の基準からすると随分と古く感じられる仕事の取り組み方だと感じる。病院での本来の仕事と両立することも問題なくできそうだ。しかしあのルベン、
あの若さですでに彼の研究は目を見張るものがある。今はそこまででもないが、近い将来私の研究を手伝うことになるかもしれん。これは交渉ではない、ドクター姫です。我々も結果を求められている。だからこの施設が作られた。それは分かっています。これまで辛抱していただいたことには感謝しています。時間には限りがある。そろそろその時が来た。これ以上成果を出せないのならば別の適任者を探す必要がある。そう結論を急がないでください。視覚診断を用いていくつかのテストを実施した結果、実はちょっとお話ししたいことがありまして。プロジェクターを使ってご説明しますので、隣の部屋までどうぞ。仮説ですが、今までは視覚や音といった自動的な方法のみでしか実験をしてきませんでした。それが理由で今まで成功しなかったと思うのです。わずかな意識しか残っていない患者でさえ今の方法では拒否反応が見られました。求められている結果を出すためには方法を改める必要があります。それは一体どういうことだね。なんといえば私の得意分野とでも言えばいいんでしょうか。メカケミカルプロセスを適用すれば被験者に直接影響を与えられると考えています。あわよくば潜在意識までも。データをお見せしましょう。さあ隣の部屋へ。あの映像見覚えがあるわ。この研究結果は長年の努力の結晶。我々はこれをステムと呼んでいます。上層部の方々にも必ずやご満足いただけるでしょう。この設計図は君の生徒が書いたと言っていたな。であれば君の関わりは。ああ、彼は非常に精神が不安定でして、私が窓口となった方が何かと都合がいいでしょう。その生徒を私の元へ連れてきてほしい。彼とは有意義な話ができそうだ。名前を何と言ったかね。ルベン・ビクトリアーノ。
体調が良くありませんでしたが。とにかくここから脱出する。この場所は普通じゃない。レスリーがいた場所に二人がいる。どこへ向かっているの？